はいみなさーん、こんにちはー。アイザで生きてる、バンコクけいちゃんです。はい、えー、今回はですね、えー、今日はね、このね、ピンクでね、撮っております。えー、もうね、もうね、何色のけいちゃんですっていうのをね、もうずーっとですね、もう一年間ぐらいずーっと言っておりますですけどね、あの、まだやってよーっていうですね、えー、お声も結構多いので、ずっとやってるんですけどもね、えー、まあいいんですけども。<laughs> はい、ということで今日はね、 ピンクでーすみたいなね、感じなんですけどね。えー、でですね、あのー、ちょっとね、えー、私もね、この動画を撮る前に、今日はね、ちょっと別の動画をちょっと一本撮ってるんですけども、やっぱりね、お気づきになられる方もあるんですね。実はね、昨日ね、ちょっとね、私、えー、近所のね、徳屋に行ってきまして、あのー、なかなかね、前もちょっと行ったんですけども、前はね、えー、2、3ヶ月ぐらい前かな、あの、徳屋に行った時にね、難しいんだよね。 あの、英語圏だったらですね、まあ、それここ、こんだけ切ってくれとかね、そういうふうに言えるんですけど、何せね、えー、まあ、ここタイですので、やっぱりね、そこ、例えば普通のね、バーバーというか、徳屋さんのね、えー、人でですね、英語をペラペラ話すような人はいないんで、まあ、基本的にね、私のあの、ブロークンタイというかですね、まあ、本当にね、ブロークンなんですけどね、そこら辺で一生懸命説明するんですけど、なかなか通じないんでね、 もう2、3ヶ月ぐらい前はちょっとひどかったな。ひどい具合に切られましたけども、ここね、えー、今私のちょっと新しく引っ越してきた、えー、ところね、歩いてあの3分ぐらい行くような、行く,行くようなところで、えーまあ、近くにね、えー まあ日本円で言うとね、350円ぐらいで切ってくれるところがあるんですけど、安いでしょ <laughs> まあ大体タイの昔そのものなんですけどね。日本円で言うとね、今現在350円。この円安でも350円ぐらいでね、切ってくれるところがあるんですけども、そこのね、えー、まあ店主の方にとはちょっとね、お友達になっちゃいまして、だいぶですね、えー、そんなにいい加減に切られなくなりましたということでね。 でもね、やっぱりね、お気づきになる方はですね、お気づきになるんですね。昨日もそのね、今日一本目の動画を出したときに、やっぱりね、あのコメント欄でもですね、あ、ケイちゃん、また床屋さん行きましたとかね、<laughs> すごいですね。そうなんです。行きましたみたいな感じなんですけどね。えー、まあ、どうでもいいですね。えー、はい。でですね、今回の、えー、話題に関してはですね、 ちょっとね、皆さんと一緒に、あのね、正直申し上げますとですね、今回私のこの動画の内容に関してはですね、当然私のおしゃべり動画なんですけれども、私のおしゃべり動画プラスですね、かなり私のですね、えー、まあ試験というかですね、私のわがまま的な要素が入っている動画ですので、そこらへんはちょっとね、えー、まああの、お考えになっていただければなと思いますね。 でですね、まあサムネイルにも書いておきました通り、実はね、今日ね、いろんなニュースがね、いっぱいね、特に週刊誌等を中心にいっぱい出ております。えー、その中でね、えー、っとね、一つはですね、女性自身で、これはね、Yahoo ニュースにも出てましたね。で、あとはもう一つはね、これどこだっけな、女性セブンだっけな、女性自身だったっけな。これはね、えー、ちょっとごめんなさい。待ってくださいね。これは確かね、女性セブンだった。 うん、これ女性セブン。女性自身のですね、えー、これは、まあ、えー、皇后雅子さまと、あとは、年宮愛子さまに関するね、えー、話題で、女性自身で、これヤフーニュースにも出ておりました。でもう一つはですね、女性セブンの記事で、これはね、ヤフーニュースには出て、出てなかったんですけれども、特にですね、皇后雅子さまに関する話題で、まあ、あのー、内容としてはですね、 5月、今月の22日から24日にかけて3日間ですね、アメリカからまあバイデン大統領がね、えー、訪日されるというようなことに関して、いや、もしかしたらという話でね、あのー、まあ当然ですね、天皇陛下、バイデン大統領だけであれば、まあおそらくは天皇陛下との間でですね、1対1のご面談があるんじゃないかっていう中ですけども、えー、もしですね、えー 実際にですね、ファーストレーディーと一緒に来日されるということになると、その期間にですね、天皇陛下と皇后雅子さまもっていうようなね、感じのご面談があるんじゃないかっていうことで、非常にね、私さっき申し上げましたように、私のわがまま動画なんですけども、非常にね、楽しみにしたいなっていう感じなんですよね。で、まあね、あのー、ちょっとこういったような記事がね、ポンポンポンと出てくるとですね、 ちょっと思い出しちゃうところが、えー、例えばね、テイミスの記事なんかでもね、あの、5月号で、えー、今月の初めぐらいにはね、ちょっと紹介させてもらったんですけども、まあ、どちらかというと、まあ、今現在ですね、まあ、例の、まあ、三宅ですね、例のお家の方がいろんな問題を抱えちゃってるというような中で、いろんなね、アンケート調査なんかをだ取るとですね、えー、まあ、 どしまあ俗に言われるですね、愛子天皇論というかですね、愛子様の、えー、女性天皇王というようなことで、えー、賛成が実際に8割以上とかね、そういったようなアンケート調査も出てるというような中で、どうもですね、経営委長の中においても、そういうようなことを思ってらっしゃる方がね、えー、要は愛子天皇ね、擁立論というかですね、そういったようなところにちょっと少しずつ少しずつね、えー、動きが、まあ少しですけども、 動きが出てきているというような中でこの週刊誌報道でもね今回はそのバイデン大統領が訪日されるというようなことで、えー、もしかしたらその例えば皇后雅子様まは初めてですねバイデン大統領と接見されるのではないか、ね、お会いになるのではないかそれと合わせてですね この女性自身においてはですね、えもしかしたらその席にね、えー、愛子様、年の宮、愛子内親王殿下も、皇后雅子様はね、一緒にというようなこともあるんじゃないかな、みたいなね。そんなね、記事の内容なんですねで。やっぱりね、こういう記事出るとですね、私はね、本当にわがま,まなんですから、いやね、楽しみなんだよね。<laughs> すごくね、いや、なってほしいなって、本当にね。 あの、今ちょっと申し上げたような、そのテイミスの記事のですね、えー、まあそういうようなね、あの、愛子様を、えー、女性天皇、擁立のみたいなのがね、ちょっとね、なんかそういうことがね、刑務所を中心になんか、なんかね、格索され始めた、そんなようなことをちょっとね、置いといたとしてもね、いいんですよ、そんなもんどうでもね。<laughs> もう単純に、単純、私単純なもんですからね、単純な話として、 えー、本当にね、このバイデン大統領がですね、訪日されるときに、それこそですね、天皇、皇后両陛下、プラスですね、えー、そのね、敏宮愛子内親王殿下が、まあ、初めてというかですね、初めての皇室外交じゃありませんけども、そういったようなところにですね、えー、皇后・雅子さまと一緒にですね、ね、あのお出になられたらっていうことを考えるとですね、なんかね、ワクワクしちゃってですね、ワクワクワクみたいなね。 感じたんだよね。完全にわがままどうか。<laughs> で、ちょっとね、その女性自身とこの女性セブンのね、えー、ちょっとね、二つのね、記事、両方とまた URL 貼っときますね。皆さんぜひご覧になってくださいね、みたいなね、今回はね、記事の内容なんだけど、ちょっとね、抜粋しますけどね。でまずね、この女性自身のね、えー、内容においては、これは Yahoo ニュースにも出てたんで、家内の方がね、もうご覧になってるんじゃないかなっていう感じなんですけど、 いやー、あのね、やっぱり皇后雅子さまが初めてそのバイデン大統領とも、ええ、まあね、ご挨拶をされるんじゃないかという中でですね、可能性としては、まあこの女性自身が言ってるだけなんだけどね。結局はね、女性自身が言ってるだけなんだけど、もしかしたら、え雅子さまと共にですね、例えばお出迎えの時にもですね、愛子さまもご一緒に、みたいなことでね。で、なぜならば、みたいなことで、要はね、 えー、ちょっとどこだっけなあのー、愛子さまのね、作文の話を出されてるんですよね。このね、女性自身の記者がね。えー、っとね、例えばですけども、面会に同席しなくても、出迎えの時に、時には、雅子さまも陛下と一緒に大統領と言葉を交わされることでしょう。さらに、さらになんですけども、雅、えー、子さまはその場に愛子さまも連れて行きたいとお考えのようです。 マサコ様は愛子様に、えー、アメリカとの橋渡し役を担ってほしいと期待されているからです。なんていうことをね、経営庁関係者、ほんと言ってんのかなみたいな感じなんだけど、なんか言ってるって話なんだよね。<laughs> で、えー、そういうような中でですね、えー、これはですね、さっきちょっと申し上げ、 たとおり愛子さまといえば2016年5月中学校の、えー、修学旅行で広島の原爆ドームや平和記念資料館を見学しその時に感じた平和を願うお気持ち,お気持ちをああ作文じゃないですね作,作文っいなのかエッチのことがまた、ね、ここらに残ってるから作文って言っちゃいましたけどこれ卒業文書卒業文書の を、えー、ね、2016年の時にね、お出しになった、綴られましたっていう話です。ごめんなさい、すいません。<laughs> なんか作文、なんかね、えいつもの作文っていうのが、いまだにこの辺にちょっと残っちゃってるからね、今作文って言っちゃいましたけども、違います。愛子さまの場合は、2016年、中学校のですね、修学旅行の際にお、これちょっと有名ですよね。広島の原爆ドームと、えー、平和記念館にね、資料館に、 えー、まあ、訪れましたっていう時に、その時に卒業文集に綴られましたっていう話ですね。なので、えー、もしね、もしなんですけども、バイデン大統領が愛子さまと接する機会がもしあればですけども、この平和のね、作文というようなことが話題に上がるのではないでしょうか。これも勝手にね、刑事の関係者言ってるんだけど、これはっきり言ってね、これ、あの、女性自身の記者が本当にこれ、 まあ、あの、一応、取材をしたのか分かんないけどね。まあ、そんなようなことが、経営者の関係者が多分これ勝手に言ってるだけだと思いますけどね。<laughs> これは私の試験ね。勝手に言ってるだけだと思うよ、これ。でも私はこういうのを見るなんか嬉しくてね。<laughs> 嬉しくて私も勝手に言ってるみたいなね。なんかね、あの、わがまま動画ですいませんね。<laughs> というような話なんだよね。ね、そういったようなことは、これはね、女性自身の内容。で、 女性セブンに関してもやっぱりね、来日するバイデン大統領,大統領との接見の可能性も、特にこれは皇后雅子さまに関してはあるんじゃないかということでね。で、やっぱり皇后雅子さまといえばですね、まだあの、えー、これはいつでしたかね、幼少期の時にロシアでお暮らしになったとっいうことがね、これもちょっと有名ですけどね、ありますよね。 で、えー、その時には、あの、ロシア語もね、その時に、まあ、まあ、あの、勉学されてですね、ロシア語も話せるというような中でですね、まあ、これもね、これいつだったで、ね、いつでしたっけね、2010、何年だっけ、1900年で、ね、1900、今回ちょっと写真も載ってますけどね、いつだっけ、1993年、1993年の7月にね、えー、片や右側に、あ、左側か、左側に、これ写真載ってますからね、皆さんぜひご覧になってください。<laughs> <laughs> わがままね。<laughs> ぜひご覧になってくださいね、えー。クリントン大統領がね、まさ、あ、こ様の左にいてですね。で右側に当時のですね、ロシアのエリツィン,ン大統領がいてですね。その時に、クリントン大統領とは当然ですね、英語で、えーまあ、お話しされてですね。でこっちにいむいたらですね、ロシアのエリチン大統領ン大統領とはですね、ロシア語で話されてっていうですね。 もうなんか素晴らしいよね。かて、こっち向いて英語でね。こっち向いてロシア語ってね。で、これは私の過去のね、動画でもお話ししたことありましたけど、マスコ様ってね、私も全部お聞きしたことはないですけど、六角語ね。まあ当然日本語も含めてですけども、六角語を話せる。日本語、英語、ロシア語、あとなんだっけ、スペイン語、フランス語、ドイツ語か。六角語。 なんかすごいよね。ちょっと頭の、頭の構造がどうなっちゃってるかなって思っちゃいますけどもね。まあそういうようなこともね、言われてる雅子様で、えー、まあ今度ね、本当にね、バイデン大統領にね、まあ当然天皇陛下はね、バイデン大統領と直接のね、 え、ご接見というかですね、お会いになることはあるでしょうけども、雅子様さまがバイデン大統領とお会いになるということにあればね、これ確か初めてですよね。初めてご接見されるというようなことなんで、いやーね、楽しみだよね。<laughs> っていう感じだよね。本当にこのね、今回、今日はね、出てるですね、この女性セブンだとかね、女性自身のね、えー、ちょっとね、出てるような内容がね、そのままね、なってくれて、なおかつですね、 これ本当かなって気がするんだけど女性自身が書いてるようにねもし皇后雅子さまがあの天皇陛下とともにですね、えー、バイデン大統領とご挨拶をされるというのの時に雅子さまがそらくね <laughs> 愛子さまもねってこれ本当かなって気がするんだけどねまあいいや <laughs> 本当と思いましょうぜひ皆さん本当と思いましょうね愛子さまもね英語スペイン語でしょなんかすごいですよね まあ、皇族の方って結構ね、英語だけはね、お話になる方って結構ね、多いんですけどもね、その中でね、この雅子様だけはね、別格ですよね。まあ、もともとね、あの、だってハーバードでしょ。<laughs> で、ね、学士の天学で、東大でしょ。<laughs> ね、まあ、だからね、ある経費殿下なんかはね、まあ、ちょっとね、まあ、ひ心じゃないけどね、まあ、ちょっとね、<laughs> 思っちゃって、まあ、それもわか,からないまでもないけどね、すごすぎるんだよね、ちょっとね。 まあだからそういうような、まあ、本当にねその、まあちょっと今更ながらこんなこと言ってもしょうがないんですけどもそのね適応障害でお悩みになったこのね、えー、まあ、長い期間ですよねもう長いですよねもうそれこそ10年以上っていうねこの期間ですねまあ逆に言うとですね皇室にとっては皇室外交という点においてはですね、まあ、ある意味日本の損失だったですよねこの期間というのはね。 いや、本当にね、だからね、うん、なんでこのようなこと、まあちょっと言っても仕方ないんですけど、ないんですけどね。まあだから逆に言うと、今回のね、この女性自身、女性セブンが書いてる内容、本当にですね、皇后・雅子様が久しぶりのですね、皇室外交ということで、表にバンとお出になっていただけたら、いやーね、いやーねって皆さん言いません私、いやーねって言っちゃってるけど、本当にね、ね、泣けてきちゃうね。 私なんかその、そういうね、このバンコクにいてもですね、そういう映像がね、私食いついて見ちゃうけどね、それが YouTube だろうがね、な、え、ん、ー、だろうがね、それは絶対ニュースで出るでしょうからね、そんなのが出たらね、泣けてきちゃうね、そんな映像見たらね。そこにもしね、愛子様がね、一緒にお出ましになったなんしたらね、涙ボロボロで、<laughs> 間違いない、<laughs> という感じですけどね。まあ、というようなことで、えー、私のわがまま動画でしたということでね、ぜひね、このね、 女性自身の記事とですね、女性セブン。これ、特に女性セブンはね、あの、ヤフーニュース載ってないんですよ。なんでこれヤフーニュース出してくれないのかなって、私なんか文句言いたいんだけどね。<laughs> ヤフーの折ね。ヤフーニュースに載っ,て載ってるとね、やっぱり皆さんバーッと見ら,見られるんでね。なんでこれ、女性セブンのね、この記事ね、ヤフー、ヤフーニュース出さない,さないのかなと思ってね。 女性自身はしっかり出てるんだけどね。でもこの女性セブンの、実際これニュースポートセブンを通じてね、女性セブンが出してるんですけど、これはね、やっぱりね、あの、さっき申し上げたですね、左にクリント、元クリントンね、左に、まあ当時のですね、クリントン大統領と、え右側に当時のですね、エリシン大統領の間に、お若い若い、まさこさ当然そうですよね、1993年なんでね。えー、そのね、 お写真が載っててですね。いやー、そういう写真とかいっぱい載ってるんだよね。これぜひね、皆さんご覧になってください。まあ、ご覧になっている方も当然おられると思いますけどね。必見です。必見です。必見です。まあ、私が勝手に必見だって言ってるわけなんだけどね。<laughs> なんか今日笑顔,笑顔だらけでしょ。普段のその経験問題を話してるですね、ピンクのケイちゃんと全然違うんですけどね。自分でも違うなぁと思ってね、言ってるんだけどね。 <laughs> という話で、ぜひこれはね、すぐ動画にしてね、皆さんに、わがまま動画なんだけど、皆さんにお伝えしたいなぁと思った次第です。二つ URL 貼っときます。はい、今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。皆さんちょっと願いましょうね。天皇、皇后両陛下、プラス、栃、え、宮、ー、愛子内親王殿下、お三人天皇ご一家で、一緒にですね、あの、バイデン大統領お,お出迎えの、そんなね、 中継が入ったら嬉しいねみたいなね。そんなような感じでした。ご視聴ありがとうございました。それではまた次は。バイバイ。